皆さんこんにちは、ワタルグルービーです。今回はプレイステーションのゼータガンダム続きをプレイしていきたいと思います。神湯ディスク編ですね。香港シティ、アウドムラはアメリカ大陸を離れニュー香港へ入港した。ヒッコリーで受け取った海からの情報にあるルオ商会と接触し補給を受けるためだ。この後キターンズのニューギニアの拠点を攻めるにしろ、カラバは戦力を整える必要がある。今アムロがその交渉に当たっているが、未確認飛行物体ニュー香港に確認。未確認ではわからん。機種はモビルスーツにしては大きすぎます。こちらのモビルスーツはガンダムマーク2が発進できます。これは最高ガンダムですね。よし発進させろ。では出撃していきます。ライフル装備でいきましょう。敵は正体不明機だ。街中での戦闘になるかもしれない。気をつけていけ。やはり最高ガンダム。ガンダムマーク2か。ではちょっと戦闘に入りましょう。ちょっとあれですね、こうやって見るとでかい。そして街中なので、ちょっと今までと戦闘の仕方も変えないといけないかもしれないですね。今までよりも物陰に隠れて攻撃を避けることもできるし、お、拡散ビーム砲が来た。これは防御しきれるかどうか。なんとか防御しきったな。なので、まあ、隠れつつライフルを当てていくっていうのが良さそうかな。このザラッとした感覚は、こんな感覚を持った奴がいるというのか。不快だ。街中で戦闘を見させてもらった。もし神湯が敵と感じ合うあのセンスを持っているのならば、君こそ英語のための良いパイロットになれるだろう。そのためにも何としてでも空へ帰るんだ。重力というやつは本当に人間の心を地の底に引き込む力があるようだ。僕の二の舞を踏むんじゃないぞ。ルオ商会との交渉も成立し、補給も受けられることになったが、香港市長からアウド村に本日中に退去命令が出された。こんなものをやめろ。こいつは。ねえ、私の名前好き？好きだよ。私は嫌いよ。なぜさ、響きのいい。今の施設で4番目だから4なの。ナンバー4。本当の名前は？わからないの。私には記憶がないのよ。知りたいんだ、昔のこと。
法。マーク2を倒せば研究所は記憶を戻してくれると言っていた。私は自分のことをもっと知りたいの。フォー、空へ行こう。エウーモの技術なら君の記憶を取り戻せるよ。フォー。無駄だ。カミーユは私のことを何でも知っている。だから私の敵になるのをやめて、優しくしてよ。フォー。アウドムラはニューギニアへ進路を取った。キターンズの拠点からシャトルを奪い、カミーユを空へ脱出させるためだ。ルオー商会から入電。本日11時より24時間、アーガマは衛星軌道上にコースを固定。アーガマが来る。早すぎるな。ニューギニアへ着くのは早くても明日の朝だ。間に合わせるんだ。湘南海もチャンスは巡ってこない。敵機発見。モビリティ部隊です。今回は土台で出撃か。土台での戦闘はちょっとね、敵はハイザックと癖がありますからね。例の黒いモビルスーツもいる。いいのか、カミーユ。サイコガンダムが再び出てくるようです。サイコガンダムの攻撃力かなりきつかったので、まあ十分に距離を取りつつ、シールドも適度に使っていきたいと思います。まずはハイザックから。したことがある。僕の両親のことだ。僕の両親はエウーゴとティターンズの戦いに巻き込まれて死んだんだ。僕の目の前で。父には愛人がいた。母はそれを知っていたけど何も言わなかった。なぜだと思う？なぜ？母は仕事が面白かったのさ。幼なじみの子が母親代わりに言うんだよな。爪を噛む癖をやめなさい、カミーユって。僕にはそれが嫌だった。だってさ、カミーユってのは女の子の名前だ。大嫌いだったよ、ずっと。そう、だから僕は空手をやった。ホモアビスもやったし、モビルスーツを作ったりもした。男の証明を手に入れたかったんだ。カミーユ、もう一度だけ聞いていい？今でもカミーユって名前嫌い？好きさ、自分の名前だもの。お互いの場所へ戻りましょう。ここはあなたにはふさわしくないわ。フォー。この後サイコガンダムがスードリーに突っ込むんですよ。で、カミーユはスードリーのブースターでアーガマに帰る、宇宙に帰る、空に帰る、スードリーが直進する、そういうシーンだったと思います。アウドムラに特攻するつもりか。しかし、あの黒いモビルスーツはどうしたのだ？わかりません。わかりませんけど、ん？シャトル用ブースターだと。カミーユ、聞いたか？アムロさん、スードリーのブースターで空へ帰れ、そう言っている。フォーが？カミーユ、スードリーのブースターを利用して空へ脱出しろ。援護する。今の声がカミーユの言っていた敵の声ならば、彼女は命を懸けてカミーユを脱出させようとしている。人の行為を無視する奴は一生苦しむぞ。カミーユ、行け。これはもう完全にスードリーを撃墜する感じかな。なんか普通に撃ってればいくらでも当たりそうなものですけどね。ではちょっとこのまま射撃でナイフ戦で落としていきます。
ハヤト、アーガモを呼び出せる時間だ。マーク2がシャトリオのブースターに取り付いたか。アーガマ、進路は合うようです。アーガマに伝えろ。いつマーク2が飛び出すかわからないんだ。了解。カミーユ、発信できるな。アーガマが拾ってくれると信じるんだ。カミーユ、ソラ、さよなら。カミーユ、行け。アーガマが待ってる。了解、行きます。迷子になるなよ。フォー、これでよかったのか。フォー、機械は使うな。目を使え。バリュートを使ってギリギリまで降下。ガンダムを引っ掛ける。見えた。マックス、離脱するぞ。はい、というわけで香港シティを、クリアしました。今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。